ラミ・マレックは、ロサンゼルス生まれのアメリカ合衆国の俳優。両親は、エジプト出身。エジプト系で、双子の兄弟がいる。自身と両親は、コプト教徒である。インディアナ州のエバンズビル大学で学ぶ。2005年から2007年に放送された、FOXのコメディドラマ、ザ・ウォー・アット・ホームにおける、主人公家族の隣に住むゲイの少年ケニー役で、一躍人気をつかむ。2006年、2009年、2014年公開の映画、ナイトミュージアムシリーズで、展示物である、若きエジプト国王、アクメンラー役を演じる。以降、その独特な風貌を生かしたオリエンタルな役を多く、務める。2010年、24/24 第8シーズンに、エジプト系の自爆テロ犯、マルコス・アル=ザカール役で出演。2010年に、アメリカ、日本で放送された、テレビドラマのザ・パシフィックでは、ニューオーリンズ出身のメリエル・シェルトン伍長を演じた。この役は、登場時、嫌な奴というネガティブイメージの役だったが、ジョゼフ・マゼロ演じる、主人公の友人スレッジと戦場でお互い次第に理解し合えるようになり、飼い犬が死んだと気落ちしたスレッジを気の毒に、犬の1年は人間で言うと7年らしいから、と気遣うといった、不器用ながらも非常に人間臭く、友情には義理深いという役を演じた。2011年公開、トム・ハンクス主演の映画、幸せの教室に出演。2012年公開の映画、トワイライト・サーガ、ブレイキング・ドーンパート2で、エジプト族のヴァンパイア、ベンヤミン役で出演。家族戦争で恋人同士を演じた、ジャクソン・ラスボーンと久々の共演となる。2015年スタートのドラマ、ミスター・ロボットで、主人公、エリオット・オルダーソンを演じ、ゴールデングローブ賞2年連続ノミネート、第68回エミー賞主演男優賞を受賞。2018年公開の伝説のロックバンドクイーンを描いた伝記映画、ボヘミアン・ラプソディでは、ボーカルのフレディ・マーキュリー役で主演。振付師ではなく、モーショントレーナーに指示、フレディを見事に演じた。クイーンのメンバーで、ベーシストのジョン・ディーコンを演じたジョゼフ・マゼロとは、2010年のテレビドラマ、ザ・パシフィック以来の共演となった。2019年2月24日、第91回アカデミー賞、最優秀主演男優賞を受賞。カリフォルニアバース、1905-1995、ファミリー・ツリー・レジェンズ、2011年7月1日、閲覧。インタビュー・ウィズ・ラミ・マレック・オブ・ザ・ウォー・AT・ホーム。AFTERELTON.com。2011年2月3日時点のオリジナルより、アーカイブ。2011年1月6日閲覧。ラミ&サミマレック .jpg。ロビン・プラトーザー、ツイン・イメージズ。2011年1月6日閲覧。白くない、エミー賞に、アラブの春を思い起こす。2018年11月12日閲覧。AB、IMDB、ラミマレック。imdb.com。2011年1月6日閲覧。インク、ナターシャ、ゲームオブスローンズ2年連続エミー賞作品賞に輝く、シャーロックも受賞映画ナタリー。2018年11月13日閲覧。アカデミー賞速報。主演男優賞は、ボヘミアン・ラプソディ・ラミ・マレック。映画ナタリー。ナターシャ。2019年2月25日閲覧。ナイトミュージアム、エジプト王の秘密。吹き替える大作戦。2021年2月17日閲覧。ボヘミアン・ラプソディ。吹き替える大作戦。2021年2月17日閲覧。ドクター・ドリトル。吹き替える大作戦。2021年2月17日閲覧。007吹き替えキャスト8人発表。藤間修、園崎美恵、中井和也、雑賀光希ら参加。映画ナタリー。https://natalie.mu/映画/news/44292420201 年8月30日閲覧。ありがとうございます。